ヘッドスイが上にあるんで、ヘッドスイ。あ、びっくりした。やらかちいったよ。ほいほいほい。あ、死んだ。出た。ほい。あ、ミスった。ほい。ミスった。ほい。うん、全部ミス。そう。そこまでだ。失敗作か。お、名前ぐらい覚えろ。俺はクラウドだ。お前を見ると私は自分の蚊が
科学的センスのなさを痛感させられる。私はお前を失敗作だと判断した。だがセビオスコピーとして機能したのはお前だけ。自分が嫌になるよ。何でもいいからこんなことはやめろ。こんなこと？おう、これか。セフィロスはエネルギーを必要としているようだからな。私は少しばかり力を貸してやるのだ。なぜだ？なぜそんなことを？なぜなぜとうるさいやつだ。何？科学者に向いているかもしれないな。エネルギーレベルは 83% か。時間がかかりすぎた。かかりすぎだか。息子が力を必要としている理由はそれだけだ。息子？あいつは知らないがな。セフィロスのやつ、私が父親だと知ったらどう思うかな。あいつは私のことを見下していたからな。セフィロスがあんたの息子？私の子を身ごもった女をガストのジェノバプロジェクトに提供したのだ。セフィロスがまだ母親の体内にいる頃にジェノバ細胞を。すごいな、科学者としてのなんかよくおるパターンよな。あんたがこんなことをしているのはセフィロスへの罪滅ぼし？違う違う、科学者としての欲望だ。私は科学者として欲望に負けた。この間も負けてしまった。自分自身にジェノバ細胞を注入してみたの。何してんの、ほんまバカじゃないの。結果を見せてやろう。完全にバグってるよ。戦うんや。回復してよかった。この曲いいよね。若干体も振ってるけど大丈夫。ちょっと待ってるかな。あ、めっちゃ回復する。あ、そういうこと。なるほどね。落とすったらめんどくさいんだ。なるほど、なるほど。スピードかっこいいよな。
せへんねん。魔法ジュースの効果はどうかな。どういうこと。あ、びっくりした。終わりかい。あ、違う違う、魔法ってない。ちなみになんか持ってる。いった、やば、死ぬ死ぬ。何も持ってない。あるのか。なるほどな。今リミット、リミットで3回復しようかな。よし、ダメ、まくさいことしてくれよって、ほんとに。おいや、おかげで暗闇直ったわ。誰かは絶対ねえへんはず。死んでるはず。腕の直角から落とさなあかんけど。なになに、よっこいしょ。終わった。これはどうなの。終わったの。終わったの。終わってなさそうな感じやね。もう1形態あるせやな。もう1形態あるわな。めんどくせえな。スロー、スロー。
わ、みんなスローや。やーば。暗闇入れてさしいが、もう一人ぐらい行くのか。やるもんでもないと思うけどな。睡眠どくスロー睡眠してんの、めんどくさい、もうめんどくさいな。どう直したいの、僕直したいの。暗闇か、暗闇がここで効いてるのか。毒消しだ、助かった。あ、ティフォ死んでる、ちょっと待って、今何やってんの。間に合った。死ぬ死ぬ。アイテムを自分で毒消ししよう。ゲーゲー、何やっていいか分からへん。待って、あ、終わった、終わった死ぬかと思った、危ない、普通に全滅すると思った。やった、パワーアップ、危なー、めんどくさいわあいつ。動けられへんね。 OK、 セフィロスが宝珠の子供だなんて、父親か。